そう最近ハマってることで、まあちょろっと。かっこいいじゃん。俺今ねこのなんか飛び出してます。銃のまあこれ銃の形はいいんだけどさ、うん、こう鉄砲これエアガンのエアコキの、うん、まあ1個3000円くらいの安いやつなんだけど、はいはい、このフレームにこう刻印って言ってさ、うん、溝が掘ってあるんですよ、はいはい、鉄砲って大体いろんな文字、うんうんはい、でこれただ溝掘ってるだけで、うん、何もないんだけど、うん、ここにこの、うん、プラモデルとかのさインクを入れることでインク入れてねこのなんていうのちょっとこう陰影を墨入れっていうの墨入れでねこれをするのが今ハマっててさはいはいはい汚しいやただ文字に色入れるだけ入れればいいんだこれはだから白と赤を入れたってこと、うん、これあのまあ白っていうかシルバーなんだよねこれあシルバーなんだ、うん、これハイパーシルバー、スーパーシルバーだかっていうやつでその文字は自分で書いたんだよねこれはもともと溝になってるってことでしょだからそれを墨入れしたんでしょそうそう、うんうん、赤いのもそう赤いのもそうあかっこいいかっこいいこれもう普通にインク出して、うん、まあ爪楊枝の先につけて、ね、そうだよねちょん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 ってやって、うんはいはいはい、ではみ出たところは綿棒とか除光液で取ったりとかするんだけ ど、はいはいはい、まあこれがねお手軽にできて、うん、満足感も高くてさそうだねでひたすらこのちょんちょんやってる間が楽しくていやわかるわかるこういうの僕も好きだよ、うん、なるほどだからもうほんと真っ黒なさ無地のやつにこうちょっと色つくだけで、うん、こう気持ちが華やかになっていやマジでかっこいい銃だね、うん、本当にねだこれこの文字ちょっとやるだけでもさ普通に 2,30 分飛ぶんだわ、うんうん、1回だけ塗って、うんうん、取って少し乾かしてから重ねが塗りとかするんですよへーでそうやってやっていくからねもう時間潰しっていうかまあ時間もちょっとかかるけどあのコロスケのさ、うん、あの転写シール貼っていいどこになんかその銃に適当にあでも空いてるところ何箇所かあるからねこの辺あいいっすかコロスケなりみたいな転写シート貼っていいのあでもねあのいるよそういう人もあの何あのチューインガムとかについてさ電柱にも買ってるでしょ、うん、あそう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 普通に銃にでそのペイントとかシールで個性出す人いっぱいいるからさ、うん、あそうなんだほんとグリップに自分の好きな推しキャラの、うん、なんかライン入れてる人とかも全然いるしこれ何エアコキっていうの俺これはエアコキこっちはね中岡さんのエアコキあったかいなーりーみたいなさ、うん、感じでさコロスケ入れてさなんかそういうのにしようよなんかドラえもんのシールとかいやそれはもう自分で買ってやってもらっていいじゃねえかよ、ね、え俺はやりたくないなやりたくない、うん、そういうのじゃないんだそれはいらないわごめんコロスケダメだって弁蔵さんにした弁蔵さんにしとっか、うん弁蔵さんのメガネならいいかも弁蔵さんのメガネならいいかもってなこれにこ一緒だ丸2個つけてさ弁蔵チックなのじゃあ出すって書いておこう出すってカタカナで出すって書いておこうでもねエアガンで出すって、うん、あのすげえ高級なエアガンの総称というかあそうなの、うん、出すっていう銃があるじゃあいいじゃんもう出すって書いておこう弁蔵出すって書いておけばいいじゃんエアコキ弁蔵モデルエアコキの出すエアコキ出す最低なのそれ、うん、ちょっと面白いねいいじゃん面白いじゃんこれでまあそういうね最近ハマってることで、うん、はい刻印に墨入れなるほどねもういいねいいじゃない、うん、でもう一個ちょっと違う話またエアガンになっちゃうんだけどさ、うん、最近嬉しかったことで、はいはい、これはね10金の、うん、まあすごい10歳以上用のあそれ10金っていうエアコキなんですよ、でまあこれバラして遊ぼうかなと思って、はい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 、で中いじったりとかできるからさ、うん、でいろいろちょっと勉強のためにもバラしてやろうかなと思ったんですよ、うん、でこれまあこう正面外して上の部分外してでこの下の部分さいざバラそうかなと、うんうんうん、でこうモナカみたいになって上と下からこう挟んでるタイプなんですあそうなんだでこうゆっくり外して、うんうん、で開いたところで一応写真撮っといてとかっていう構想は練ってたんですよ、はい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 、でいざ外した瞬間にバネの力でバインってなって、うんうんうん、中爆散したんですよだどこに何ついてるか何も分かんなくなっちゃってでせっかくね終わったわ、買ったばっかりでバラして、うん、即使えなくなったやつあったんですよ。それが嬉しかったんですね。え、何が嬉しかったの？で、その後に、うん、そのネットでさ、うん、この動画いろいろ調べてたら、はい、まあメーカー違うけど、うん、組み立て分解動画ってなんぼでも上がってて、はいはい、まあ、それ見ながら、うん、普通に参考にしながらね、うん、エアガンの分解動画、そう、ここの部品ここにつけてよみたいなやつ見てたら、組み立てれることができて、はあ、まあまあまあお見事。直って使えるようになってね。じゃああれか、こう直す方法を、うん、あの事故だったけど始まりはそうで結果的に習得することができたんだ。そうなんですよ。あ、それは素晴らしいですね。でもなんか銃をばらしてから組み立てるまでの時間を競うみたいな。あるよね。あるある。あるんじゃないかな、それは。普通にあるある。実際なんか映画とかでもよくそういうのあるな、うん、ああ普通の銃だったらあるね、うん、普通の銃とかね、うん、メンテナンスで必ずやるからね。すごい早い、うん、くちゃくちゃくちゃガチャガチャめっちゃ早いんだよな。
でもね、やっぱそういうなんかニッチな動画っていうの、うん、そういうのって助かる人いるんだなって。これやっぱり中岡さんあれですね、突然交通事故かなんかあって、うん、異世界転生されたとして、うん、あなたのジョブは、うん、ガンナーですみたいな、うん、あなたのスキルはガンナーみたいな、でも使える銃はエアガンですみたいな。そうそうそう、なまり弱いじゃん。あれか、あの弱いけどスキルで強くなってくタイプの主人公のやつか、うん、ビビな一個だけどめっちゃ強くなる。そうそうそう、いいかもそれ。なんかそういうところに飛ばされても、うん、こうエアガンでこう戦えるんだね、じゃあね、きっとね、うんうん、突然行ってもね。こうでもね、異世界転生ものってあるんだよそれ。あ、そうなの。転生したら、うん、その普通のサラリーマンなんだけど、はいはいはい、エアガンを使って、エアガンだと、そうエアガンなんだけどデルタマすごい強いみたいな。それ普通の注射ですか。あるんだ。いや、エアガン系あるんだ。そういう本当にある。あ、でもそのエアガンの知識とかが結構役に立ってる。マイナーなとこも出てきて、銃の知識とかも、ね、それが熱い感じなんです、うん、すごい。東京丸井、そうだしね。そうそう、東京丸井がね、ちゃんとね、協力してくれてる。そうなんだ。あ、そうだった。それはもう製品化されてるような。もう普通にコミックも出てる。コミックも出てる。買ってるんですよ。異世界、あ、買ってんの？異世界なのにエアガンあるの？ある異世界に飛ぶのよ。違うのさ、それが。あ、自分の現実と異世界を行き来できて、うん、現実のものを持っていけるっていう、うん、あ、そっちのタイプね。で、異世界に行くと強くなるみたいな感じのやつなんですよ。へえ。ね、まあ気になる人は探してみて。いろいろ異世界ものも変わってきてますからね。変わってきてるから、うん、僕のイメージだと弾の入ってないエアガン持ってるだけの村とかがあってそこにこれは BB 弾というものを入れて使うんだよっていうのを教えてあげて、なんか崇められるみたいな、うん、めっちゃ強くなるみたいな。あ、なるほどね。すごいですね、すごいですね、あなた。そう、え、物を入れて飛ばすだなんて銃の新しい可能性が生まれましたよ。それそれそれ、今まで風出るだけだった。風出るだけだった。そう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 、あの火起こすときにこう毎回こうやってトレーニングでカチャカチャしてたんだけど、え、銃ってこうやって使えるんだ。あ、でもちょっと面白いかもだよね、うん、今までいないからね。そうだね。まあまあ、ちょっとこういう話でしたということでね。はいはいはい、はい。